腸は食物外で溶かされた後、その中の栄養や水分を吸収する器官。末端は肛門であり、消化された食物は瓶となり、排便により体外へと排出される。腸の構造は動物によって異なり、摂取する食物による違いが大きい。1食十二指腸腸腸腸腸小水大直肛門腸は、 大きく、小腸と大腸の二つに分けることができる。小腸はさらに口側から、十二指腸、空腸、海腸に分けられ、大腸は、盲腸、結腸、直腸に分けられる。人間の腸の全長は7から9メートル程度で、3分の2は小腸である。日本人の腸は、長いなどの俗説が一部メディアで広められているが、根拠がなく、人種で、大きな差はない。 十二支腸十二支腸は、胃の有門から続く小腸の最初の部分である。水頭部を囲むような C 字型をしている。長さは約25センチメートル程度で、指を十二本横に並べた長さであることから十二支腸と呼ばれる。十二支腸は、口側から上部、下行部、水平部、上行部の四部に分けられる。 上部は、勇門から上重に視聴局までであり、腹膜により囲まれ可動性を持つ。小腸のタブイと異なり、粘膜に臨場ひだを描いているという特徴がある。勇門の髪型にある球状の部分は、キューブと呼ばれる。キューブ全壁は、十二指腸海洋の後発部位である。下行部は上重に視聴局から下重に視聴局までの微側へと下行している部分であり。 水管と相単管の出口である、大重西町乳頭及び副水管の出口である、小重西町乳頭が開口している。水平部は下十重西町局から水平に伸びる部分である。下行部から水平部までは腹膜によって背側に固定され後、腹膜に存在しており、可動性がない。上行部は水平部から続き左上方へと上行している部分であり、空調へと、 連続している。空調と、会長空調と会長は、全長約6メートルで、十二市町空調局から続き省庁に連続している。空調は、口側の約2、5、会長は残り約3、5の部分を指す。両者には明確な境界は存在しないが、一般に、空調は、会長よりも太く、厚い壁を持つ。平滑筋層が発達しているためであり。 食物を速やかに運ぶことができる。このため、腸管の中は空であることが多く、空腸という名もこれに由来する。また、空腸は海腸に比べ血管が豊富であり、粘膜に見られる臨場比がも密である。空腸と海腸は、腹膜で包まれているが、包んでいる腹膜は2枚合わさった形になり、腸管膜と呼ばれる。象徴壁には、 重毛と呼ばれる指状の突起が多数存在して、ビロード状となっており、小腸の表面積を増大させ、吸収力を高めている。大腸は小腸から続く部分で、長さは約1.5メートル。口側から毛腸、結腸、直腸に分けられる。大腸は小腸よりも太いが、壁は比較的薄い。毛腸は大腸の始まりの部分で、 右下腹部に位置している。海腸が開口しており、開口部を開毛口と呼ぶ。開毛口には、開毛弁と呼ばれるひだ状の弁があり、大腸に入った食物が小腸へ逆流するのを防止している。盲腸の後壁からは、指状の構造の注水が突出している。上行結腸は、盲腸から引き続き、体の右側を上行している部分である。肝臓の仮面で左へと曲がっており、 横孔結腸へと移行する。横孔結腸は左へと横走し、脾臓の下端で下方へと屈曲して、下行結腸となる。下行結腸は、腹空の左後壁を下行し、左下腹部で S 状結腸へと移行する。S 状結腸は、可動性に富み、大きく湾曲して走行している。結腸表面には、大網紐、真膜紐、自由紐と呼ばれる。 重層する三本の紐状の構造が存在している。これらは重層筋が紐状に集まったものであり、この三本の紐を合わせて、結晶紐と呼ぶ。直腸は、第三線対の高さで S 状結晶から続いており、仙骨前面を下行し、肛門で外部に開いている。直腸の内面には、直腸横ひだと呼ばれるひだが見られる。小腸、十二指腸では、 相胆管を通った単液や水管を通った水液が出て消化の働きをする。空調では腸液が分泌される。海腸では柔ら突起で養分が吸収される。また、食物とともに飲み込まれた空気などの気体もここで吸収される。大腸、栄養分が吸収された後の食物が運ばれ、水分を吸収する。もしここに問題があると、 下痢になる可能性が高くなる。前同運動と逆前同運動によって、小腸から運ばれる内容物をある一定の時間とどめておくことができ、水分を効率よく吸収できる仕組みになっている。しかし、ここに内容物がとどまる時間が長すぎると、水分の吸収が過剰になされ便秘を引き起こす。これらの運動は自律神経系に支配されており、直接には、 大脳の支配を受けない。注水は長年があまり意味のない存在とされてきたが、2014年4月、注水リンパ組織は大腸及び小腸に動員される胃が酸性細胞を作り出し、大腸の腸内細菌層の維持に必要なリンパ組織であることが明らかになった。という研究結果が発表された。ありがとうございます。